人は他人を介さなければ自分を自覚することはできないので、やはり人との比較は避けられないものだと思います。自分の中での幸せを追求したとしても、それだけはでは精神は壊れていくのではないでしょうか。人との比較は避けられないので、他人よりも劣っているなら開き直ってそれを誇ることが一つの道のような気がしますが、どうでしょうか。ちょっと複雑な思考をされているように思うんですけども、他人より劣っているなら開き直ってそれを誇ることが一つの道のような気がしますが、というのはちょっと意味がよくわからないんですけど、まあ、普通人間は他人に勝って喜び、勝って喜び、劣って苦しみ、劣等感苦しみっていうことですね。で、その劣っていることを逆に誇るというのは、どういうことなのか、ちょっと、この社会っていうかね、この人生っていうのを斜めに見てしまってるような気がしますが、まあ私が学ぶ仏教その他ですね、あとは老年幸福学、この研究の成果は自と他の優劣を比較してですね、他に勝って幸福になる、こういった幸福、老年幸福学で言えば地位的幸福っていうんですかね、他との比較に基づく幸福ですね、お金とか他に比べて、自分はより多く持っているかどうかと、そういった地位的幸福、他との優劣を比較して生じる幸福ですね、そういったものからそうではない非地位的幸福、すなわち他と協調して幸福になっていく、この2つ目の幸福に徐々に人間が転換していくと、時とともに転換していくということが、まあ長寿社会における幸福の道ではないかという結論、まあ考え方があります。まあ仏教的な言葉で言えばですね、煩悩を満たすことによる幸福ではなくて、これ慈悲利他による幸福ということができると思います。つまり幸福にはですね、自他の優劣を比較する、これによって生じる幸福とその裏の苦しみだけではなくて、他を利する幸福というものがあるということですね。他を利する幸福、まあみんな他に感謝したりですね、それ他を利したりですね、また他とのつながりを持つことによる幸福、これはあるのではないかと思うんです。まあそういったことに目を向けて転換していけばいいんじゃないかなと。でその転換ができないと、その自他を比較してばかりになって、比較して劣っていることを逆にこう誇るといったような少し無理な考え方が出てくるのかな、まあそういうふうに思います。ただし劣っていることですか、この劣っていることというのは、まあ、劣等性というのはその裏に優等性もこれあります。まあ長所と短所は裏を持っていたから、まあ自分がお金これにあまり恵まれてないという劣等性があるなら、そういう人は同じような人の気持ち、これを理解する上ではお金持ちよりも優れているわけですから、自分は何かに劣っているっていうふうにばかり思い込まずに、その長短表裏、長所と短所は表裏だと、優劣は表裏だという柔らかい考え方、これを持ってもらうと、先ほどの協調することによる幸福、他を利することによる幸福というのが出てくるんだと思います。つまり、要するに優劣というのが明確に分かれていて、いるならばですね、それはそれにおいて他に勝ることが唯一の幸福になります。しかしそうじゃなくて、優劣が表裏であって、何かに優れていると裏に何か劣っている部分があると、何かに劣っているならばその裏に何か優れている部分があるということになってくるとですね、これは自分が何かに劣っているということが自分の一つの財産というかポテンシャルにもなってくる。でそこで関係してくるのが協調による幸福、まあ、他とのつながり、他への慈しみという、また他を利することによる幸福ということで、自分が何かの苦しみを経験するということは、それは自分だけの苦しみではなくて、同じような苦しみ、嘆く人の苦しみの経験でもあるということですね。そういう人は多くの敗北、失敗、挫折、劣等性、これを経験し、そしてそれを世の中のさまざまな人の苦しみを経験する、そういった機会と解釈し直して、それから自分の新しい生き方ですね、どう他人の苦しみこれを共に和らげていくかという新しい考え方、慈悲の生き方、これができてくるんじゃないかなと思います。
まあ、こうして自と他の幸福がその自他の間で奪い合うものだと考えるか、自と他の幸福は一体で他を利することが自分の幸福だと考えるかによってですね、その何かに劣っているとか優れているということがその一面的なものか、それとも表裏なのか、つまり全ての長所の裏に短所があるという考え方と、それから長所、絶対的な長所、そして絶対的な短所があるかという考え方、この2つに分かれてくるわけですね。まあ、現実には私は先ほど言いましたように、いかなる長所も裏に短所があり、いかなる短所も裏に長所があると思います。そういう柔らかい考え方をすることができれば、自他の優劣を比較することばかりにとらわれる必要はなくなってくるんじゃないかなと思います。自他の優劣を比較するよりも他を利する幸福というのが最終的な人の幸福への突破口じゃないかと、まあ、そういうふうに考えられるんじゃないかなと思います。